イパシアはまだ洞窟にいるんだな。早くあいつの状況を確認しに行こうぜ。食べ物でも探しに行ったのか？オイラ、近くを探してくる。ここにいたのか。あれ、ハイパシアじゃないか。どうなってるんだ。お腹が空いた。寝相けど、今の状態じゃすぐには食べられないよな。先に外で水を飲ませてやろうぜ。待った、急に外が暗くなったみたいだぞ。どういうことだ？外に出て確認しよう。はあ、お腹が空いた。手をつなぎましょう。洞窟の入り口、ちょっと変わってないか？あそこで何か手がかりを見つけられるかもしれないぞ。運命よ、水面に下がれ。ふふ。さあ、知識はあなたにも。属性を見下ろせ。
周りの景色が突然変わったのか？死にたいようだね。ハッハッフッセイハッフッザコどもフッ属性を見下ろせ。その程度か。水中限度燃えよ。これこそが知恵の伝道。お能軍の剣トン、そこだ。やっ、ほれ運命よ、ここにいてよ。やっ風よ、これと、へい、これで天へと前。風よ。
来いなんて言ってないよ。せよミオラさん、場所だな。一体どうなってるんだ？なあ、どうしたんだ？なんだか不安そうだけど。遅い。旅人、また会ったな。アビスの使徒だ。おいお前ら、この変な空間で陰謀を企ててるんじゃないだろうな。変な空間、陰謀
そんなことはまだ知る必要はない。アビスに使えよ。くらえよっと。ふっ、俺絶滅の残響。直視する気か。これで運命に逆らいません。私のお家にいらっしゃい。手をつなぎましょう。死にたいようだ。せい短所鉄拳。よっよっ、私に神聖を。くらえ審判。よそこだよ。くらえ万物を滅ぼせ。属性を見下ろさん。全然勝てない。なんでだ。これまでこいつらとは散々戦って。旅人よ、これまで数えきれないほどの危機を乗り越えてきたとしても、いずれ運は尽きり、己の無力と弱さを思い知るがいい。妹？ハハハハ。旅人よ、お前は真相をまだ見抜けていないのか。それとも現実とは向き合いたくないか。姫様はとうにお前を捨てた。お前の存在は姫様にとって目障りなのだ。お前の探す家族の絆などもはや存在しないのだ。お前の旅は全く無意味なものだが、もう悩む必要はない。なぜなら今日がお前の命日だからだ。外にもハイパシアがいないぞ。あ、ここにいたのか。調子はどうだ。甘い、はあ、よかった。まだ意識があるんだな。わあ、お前弁当を落としてどうするんだよ。うっかりしすぎだろう。お前らしくないな。でも今はそんなことを言ってる場合じゃない。早くこいつを助けてやろうぜ。あれ、こいつの周り果物がたくさんあるぞ。あ、そうだ、この果物なら役に立つんじゃないか。ディナリかしら。ハイパシア、落ち着いてくれ。ティナリに頼まれてお前に食べ物をあげに来たんだ。ほら、あいつからの手紙だ。なるほど、あなたたちはティナリのお友達だったのですね。ごめんなさい、
先ほどはご迷惑をおかけしてしまって、いいところに助けに来てくださってありがとうございます。それにこんなにたくさんの果物まで。いや、この果物たちはオイラたちじゃないぞ。入ってきた時すでにここにあったけど、それでオイラたち不思議に思ってたんだぜ。周りにこれほど食べ物があって、口元には果汁もついてるのに、一体どうやって空腹で倒れたんだろうって。あら、そうだったんですの。あ、わかりました。ということはきっと私の隣人が来てくれたんですわ。隣人？ここには他の人も住んでるのか？もしかしてあなたもご覧になれるんですの？オイラたちが前見たあの奇妙な生き物をさっきここで見かけたのか？それに変な夢を見た？うん、不思議すぎだろう。でも旅人さんは嘘をついてないと思いますよ。私も同じように人見知りの隣人を驚かせたことがありましたもの。安心なさって、彼らは悪意など持ちません。あなたに夢を見せたのはただ早く逃げられるようにです。ハイパシア、お前の隣人、あの小さな生き物は一体何なんだ？私も彼らの名前を知りません。ただ分かっているのは、彼らが宗神様と深い関係にあるということだけ。なぜなら、私が初めて彼らを見た時、それはちょうど私の意識が世界樹とつながった日だったのです。瞑想から目を覚ましたあの時、私は流れ込んできた知識のせいで頭がクラクラしていて動悸までしていました。そして突然、洞窟の入り口に小さな姿があることに気づいたのですわ。私は好奇心でそちらへ歩み寄りました。きっと彼は私が近くで動き回るのに慣れていたのでしょう。警戒心は全くなくて、楽しそうに自分のやっていることに専念していました。私がひざまずいて彼を見ていると、彼はふと私には彼が見えていると気づいたのです。それで？そして私は夢を見ました。気づいたら彼はもういなかった。もう二度と現れないと思いましたけど、数日後にはまた近くで姿を見かけましたわ。それに他の仲間たちもいました。感じるのです、彼は前よりも私を恐れなくなったと。でもまさか私を助けに来てくれるなんて。ええ、そうですわね。あ、そうだわ、ティナリからの手紙に世界樹についていろいろ聞きたいと書いてありましたけど。あ、すみません、果汁をたくさん飲みましたのにまだお腹がペコペコみたいで。ティナリが用意してくれた弁当は落としちゃったし、ハイパシアに何かいいものを作ってあげようぜ。オイラもお腹空いたしな。話は後にしよう。そうだな、鶏肉のスイートフラワー漬け焼きと大根入りの野菜スープとかどうだ？この2つはオイラたちの得意料理だからな。わあ、食べたことのない外国の料理ですわ。楽しみです。実はティナリが最後に来てくれてからまともな料理を食べていなくて。見栄えもなかなかだ。さあ、ハ
イパシアと一緒にご飯を食べよう。私料理が苦手で、あなたたちの作った料理をいただけるなんて本当に幸運ですわ。ティナリからの手紙にもありましたし、ご自身でも語っておられましたが、パラハームを初めて嗅いだというのに世界樹とつながれるなんて驚きましたわ。私は確か3年ほどかかったかしら。それでも教令院の学者の中では天才と呼ばれるくらいなのですよ。これができないまま一生を終える学者もいるんですからね。それでなんでこのお香は人と世界樹をつなげられるんだ。パラハームの主な原料はマハールッカデバータが創造した植物ですから、創神様の力に対する私たちの認識を刺激してくれるのですわ。創神様の力の根源は世界樹です。つまり私たちは彼女の力をお借りして地中の奥深くにあるものの片隅を垣間見たということ。大丈夫ですわ。スメールにしばらくいらっしゃればきっと理解できるはずですから。でもこいつは長い間植物の匂いが苦手だったんだけど、それはなんでだったんだ。それは彼の特殊体質によるものでしょう。歩行によって創神様の力に対する感知が過剰に刺激され、何らかの乱れが生じたのです。それでパラハームの成分に似た香料の匂いを嗅ぐと体がストレス反応を起こしていたのですわ。でも心配はありません。今のあなたはもう大丈夫です。まだ創神様の力に敏感かもしれませんが、特定の瞑想をしない限りパラハームがあなたに影響を及ぼすことはありませんから。はあ、それはよかったぜ。正直に言うと、あなたの感知能力が本当に羨ましいわ。たとえ一生動悸や頭痛に悩まされるとしても、世界樹とつながることができるのであれば一向に構いません。おお、そんなにこのことに夢中なのか。仕方ありませんわ、学者ですもの。私は教令院メイロン派のものです。主に星空と地上運命の関連性について研究していますわ。星空にはあまりにも多くの解けない謎が秘められています。ですので私は全知の世界樹に問うことしかできませんけれど、私の感知能力には限界があり、世界樹を見つけられないこともありますし、感知によって精神を壊されないという保証もありません。私の今の修行段階はサティアワダライフと呼ばれています。スメールの多くの学者はこの段階にとどまり、世界樹の探索中に発狂してしまいました。世界樹には神の知識が秘められており、能力のないままに触れれば心がそれに耐えられないのだと賢者たちは言います。ですから自分の精神を安定させるため、また他の人を巻き込まないようになるべく一人でしています。世界樹から知識を得るのってそんなに危険なことなのか。ハイパシア、お前はそれが怖くないのか。怖いに決まっておりますわ。特に月明かりもなく虫の鳴き声も聞こえない夜なんかは。でも最近は近くに小さな隣人が住んでいると知りましたから、そこまで怖くなくなりましたの。彼らが見えるようになったのもきっと創神様のご加護を受けたからです。知恵の神の使者なのに人に夢を見せる力があるなんておかしな話ですわよね。なんでだ。
この不思議な生き物に結構ぴったりだと思うけど。だってスメール人はほとんど夢を見ないんですもの。え、そうなのか。ええ、スメールで夢を見るのは子供だけ。大人たちは見られないようですわ。賢者によれば知恵はすなわち理性けれど、夢で見たものは理性に欠けて一貫性がないそうですわ。そうですの、夢の中で人は常に自身の悩みを抱えているのです。賢者の考えではスメール人は夢を見ません。なぜなら知恵の神であるマハールッカデバータの恵みによって人は夢の中にある愚かな妄想から解放されたのですから。私はスメールの学者の家に生まれました。幼い頃から両親は夢を見なくなった時が大人になった時だと私に教えてくれましたわ。私は一生懸命勉強して教練員の生徒になり研究員になりました。そしてやはり私も二度と夢を見なくなったけれど、あの日私が驚かせてしまった彼は私に夢を見せてくれました。夢の内容は忘れてしまいましたけれど、突然子供時代に戻ったかのようで本当に不思議な感じでしたわ。子供時代の私は本当に無知でしたけれど、恐れることは何もなかった。もしかして夢は思ったより悪くないのかもしれませんわね。あ、今後もしスメールシティに行くならこんな変な話を他の人に話さないでくださいね。笑われてしまいますから。わかったぜ。ところでハイパシア、こいつが世界樹のところで見てきたものに何か心当たりってあるか？申し訳ないけど今のところ思いつきませんわ。でも世界樹で見たものが存在した記憶だというのは確実なことです。世界が私を忘れて、一体どういう意味でしょう。今のサティアワダライフの段階を突破してパリプーナライフにたどり着けたらその意味を理解できると思いますわ。もし今後ここを通りかかるときは私に会いに来てくださいな。礼などいいのです。あなたたちは私の命の恩人ですから。それにまたあなたの料理を食べられると思うとワクワクしますわ。ハイパシアの安全も確認できたし、知りたいことも聞けたし、そろそろガンダルバー村に戻るか。もうお戻りになりますか？また何か聞きたいことがあればいつでも私のところへ来てくださいね。私の隣人が見せた夢とはいえ、彼も夢の内容まではコントロールできないようです。夢の最後は確かに少し不気味でしたけど、それはきっとあなたが心の奥底で何かを心配しているからでしょう。心配なさらなくとも現実ではきっと乗り越えられますわ。スメール人である私は夢を見ませんから、こういうことに悩まなくて済みますけれど、最近は自分がこのせいで何かを失っているような気がします。おかしなことですわね。もうお戻りになりますか？また何か聞きたいことがあればいつでも私のところへ来てくださいね。スメールの学者たちはパラハームを使って世界樹とつながり、その中から知識を獲得します。危険に満ちた行為ですけれど、そうする価値はあると私たちは思っています。あなたが見たものの正体については私にもまだ分かりませんわ。今の私はまだ世界樹の深いところにはたどり着けませんから、いつか私がサティアワダライフを突破し真の知恵を手に入れることができるように祈っていてくださいな。もうお戻りになりますか？また何か聞きたいことがあればいつでも私のところへ来てくださいね。森にいる子供たちはよく精霊のようなものについて話し合っていると聞きますわ。でも私はスメールシティで育ちましたから
そういう話はあまり知らないの。まあ、両親のしつけが厳しかったという理由もあるかもしれませんけど、あまり他の子供たちと遊べませんでしたの。おそらく今でも父と母は私に隣人がいてくれることを信じてくれませんわ。あ、そういえば隣人はティナリが来ることを事前に予測できたようでしたわ。木の下で遊んでいたのに急に警戒して逃げ出して、するとほどなくしてティナリが現れたことが何度もありました。今度この件をティナリに聞いてみましょう。もうお戻りになりますか？また何か聞きたいことがあればいつでも私のところへ来てくださいね。ええ、またこの近くを通りかかるときはどうか会いに来てくださいね。喜んでお話ししますから。